はい。で、GPU での利用を中心にということで、アイスレイクという CPU が、それはそれで、興味深い CPU ではあるんですけれども、基本的な利用用途としては GPU を使っていただくというのが、本意ですので、あまりこのアイスレイクについては触れずにですね、A100 の使い方についてフォーカスしていきたいと思います。ということで、こちらがアクエリアスのノードの構成になっていまして、一つのノードの中にですね、アイスレイク2ソケットと A100 が8つ載っていると。こういう構成です。で、このそれぞれのコアが36コアありますので、合計すると72コアもあってですね、で、A100 は8つもあって、メモリも 512GB あるということで、ざっくり、10、メモリだけで見ても16倍とか、オデッセイの1ノードの16倍とかあって、物量的にもだいたいそんぐらいの、ファットな構成になっているというのがわかると思います。それで、あと特徴としてはですね、インフィニバンドの HDR が4チャンネルついています。これボード4枚使っているんですけれども、2個の A100 を、PLX って書いてあります。PCI Express の、スイッチでこう、CPU とつないでるんですが、2個が1つの、CPU の口をシェアしている感じで、で、かつ、インフィニバンドのホストアダプタも2個で共有しているという感じです。ですので GPU ダイレクトといって GPU のメモリを直接インフィニバンド経由で送受信することができるんですけれども、これ 200Gbps の、リンクになってますが、2つの GPU で、ここを共有していると。で、それぞれについてありますので、4ペアのインフィニバンドがついていて、合計 800GB ということですね。というふうになります。で、メモリバンド幅については、オデッセイノードの半分以下しかありませんけれども、それ以外に関しては、非常にリッチな構成になっている。あとは、あれですね、GPU 間は NV スイッチというものでつながっていまして、GPU 間は 300GB パー秒というものすごい、バンド幅で通信ができるようになっています。ですので、CPU 間での、メモリバンド幅とかよりもですね、こっちのバンド幅むちゃくちゃでかいという、そういう状況です。それで、あとはちょっとここには書いてませんが、GPU あたりのメモリバンド幅というのは 1.555 だったかな、ギガバイトパー秒ということで、これに関しては、オデッセイの、メモリバンド幅よりも、さらに高い、1.5倍ぐらいということになっています。はい。で、ということで、CPU の構成としてはアイスレイクなんですけれども、トークン消費は GPU 基準ですので、CPU だけ使うというのはあまりにもったいないので、ちょっと我々としてもお勧めできません。で、そういう用途にはですね、今メッセンジャーがありますので、ノード数は6台しかありませんけれども、そういう用途には使えないことはないですということです。6台しかないので、ちょっとどうかとは思います。はい。で、実際の、割り当てとしてはですね、8ノードで、あ、8 GPU で、シェアするような形で、今割り当てをしてますので、チュートリアル A に関してもそういう感じになってますので、1 GPU あたり9コアでメモリも、64GB になるような割り当てにしてあるという感じになっています。で、レクチャー A で、GPU 1個で取った場合を考えると、こういうふうな、マッピングに見えるようになっていて、これ GPU 1個で取った場合ですけれども、本当は、NUMA としてはこれ実は、そっか。すいません。今、NUMA 2にしたのでちょっと変わってますね。ちょっとこの後構成を変えたので、NUMA としては、
1ソケット、2ソケットになっていて、NUMA ドメインは01になっていると思います。で、あと CPI アフィニティは0から8ということで、まあ、1GP あたり9個見えているというような状況ですね。で、この場合は GPU0 番と MLX5 の0というのが、一番近いペアになってますということが、この図を見るとわかるようになっています。まあ、GPU の、選ばれた場所によっては違うインターフェースが自分に近いということになるわけなんですけれども、そういうことになっています。はい。で、まあ、こちらが、使われている A100 というGPU の内部の構成を表していますけれども、まあ、全部でですね、SM というストリーミングマルチプロセッサーといって、まあ、命令を解釈して動く、基本単位がですね、SM というわけなんですけども、これが全部で108個あります。で、ここに見えてるこれ1個が SM なんですけれども、まあ、この図で言うと多分120、違うな。128か。128見えてますが、このうちの108個だけが使える状態になっていると思ってください。それで、まあ、これが1個の SM ですけれども、テンサーコアというのが、まあ、今回、A100 からはダブルプレシジョンにも対応したので、非常に強力になっているということですが、まあ、ただ FP64、FP32 と同じ性能になっているところが、まあ、ちょっと不思議なところでもあるんですけれども、19.5 テラフロップスということになります。で、新しく導入されたテンサーフロート32というのがあって、これはちょっとなんというか、眉唾というか、過剰広告なんですけども、実質使える桁数としては19ビット分しかないんですけど、32という数字をつけているのにミスリーディングだと思うんですが、まあ、この場合だと、156テラフロップスと言って、まあ、8倍相当の精度の計算ができる。まあ、ただ入力としては FP32 相当の入力をして、まあ、内部的に、19ビットで計算すると。そういう回路になっています。で、さらに精度を落とすと、その場合、また落とすと倍というところになっていますが、まあ、こういったところは数値計算というよりは、機械学習の、インファレンス向けという感じではあります。で、メモリとしては、これだけの番の幅があると。で、まあ、A100 というのはアンペアという、世代になるんですが、まあ、一つ前のボルタ世代からですね、まあ、パスカル、ボルタ、アンペアと来てるんですけれども、だいぶこう変わったところがありまして、まあ、動機の機構というのがですね、ちょっと扱いが変わっているということで、まあ、パスカルの世代を指定するのが、この、コンピュート60というやつなんですけれども、まあ、そこら辺がですね、ちょっと、この60というやつですね。まあ、これがパスカルの世代。で、この80というのが、A100 の世代を表しているんですが、まあ、こういうふうにですね、その内部的にパスカル互換のモードでコンパイルして動かすということもできるようにはなっているので、まあ、そんなふうにすると、コードによっては早い場合もありますということです。はい。で、あくまでも、動かすハードは、A100 を想定すると、まあ、こちらは絶対変えちゃいけないんですけれども、まあ、こちらは、80とか70とか60で、まあ、一応、実行はできる。まあ、ただ、正しく動くかどうかちゃんと確認はしなければいけませんけれども、あと内部的なその動作モードもそれに合わせて切り替わるようになっているということです。はい。で、ボルタ、アンペアに関しては、そのパスカルまでとの違いとしては、整数演算ユニットが独立のものができたので、
例えば配列のインデックス計算とかですね、そういったところが並行してできるようになってかなり早くなったという側面があります。はい。それで、あれ、消えてないし。それで、パスカル、ボルタでの違いというのはですね、この、複数スレッドの同時実行の考え方がちょっと変わっていて、GPU というのは、NVIDIA 製の GPU の場合、32個のスレッドを、1つの SM で管理しているという感じになっているんですけれども、こういった if 文があるとですね、こういう分岐が生じると、条件の一致するやつと、そうじゃないやつとでですね、フェーズを分けて実行する必要があります。そうしないと、そういうふうにしないと管理ができないということですね。で、ここの図にあるように、F0、F1 をまず true の場合を実行した後に、false の場合にフェーズを切り替えて、で、その後、A1 の実行に入るというのが、パスカル世代以前の実行のパターンでした。で、これがボルタ以降になると、この F0 と F1 の間にコンテキストスイッチができるようになっていて、こういうふうに走るのはいいんですけれども、ここでですね、同期を取ってあげないと、このバラバラの状態がそのまま続いてしまって、この H は同時にやれるのにですね、バラバラにこの状況が続いてしまうというのが、知られています。ということで、はい、ということなので、ボルタ世代以上のアーキテクチャを仮定するときはですね、ここに同期を入れてあげないとまずいということになってきます。ですので、シンクワープというのは、ここに、明示的に挟んであげなければいけないということですね。はい。で、あとは、他には、いろいろな機能が入っていて、一つはテンサーコアというものがあるんですが、これが普通の数値計算にどこまで使えるかというのはなかなか、難しいところもあるんで、行列計算では、もちろん使えるところはあると思いますけれども、いつでも使えるわけでもないと。で、テンサルコアがない場合は V100 に比べると 1.2 倍ぐらいの、性能比ということになります。で、あと、いいところとしてはですね、非同期の、コピーバリアという機能が、グローバルメモリとシェアードメモリの間で、できるようになったということと、L2 キャッシュに必要なものを置きっぱなしにできるとか、そもそも、キャッシュの容量がものすごく大きくなっているというのが結構、性能には効いているところがあります。あとは、ワープ内のリダクション命令というのが、追加されているというところですね。で、非同期のメモリコピーの機能というのは、うまく使うとかなり性能に、役に立つということで、この辺はちょっと興味があれば見ていただければと思います。で、その辺の使い方も、いろいろ説明がしてありますけれども、ここもちょっと細かいので興味があれば見ていただければと思いますが、MPI でいうところの鮮度、アイセンドみたいな感じでですね、非同期で、キックしておいて、ちゃんと、回収したいところでウェイトを使って、待つというような、形のセマンティクスになっているということです。はい。これはまた別の、実装形態だと思いますが、ここでアシンクを走らせて、何か別の処理をして、ここでウェイトをするというような書き方ができると。
で、あとは、まあ、L2 キャッシュの、コントロールということで、まあ、L2 キャッシュの容量そのものがですね、ボルタでは6メガだったのが40メガというふうに、まあ、6倍以上に増えてますので、まあ、これはだいぶ大きいというところですね。で、さらに、データの、その、生存期間というのも調整できるということで、まあ、このあたりはちょっと興味があればご覧ください。で、あと、ワープアイドリダクションということで、まあ、これをうまく使うと、リダクションが、かなり早くできるということですね。はい。で、あとは、シェアードメモリの使い方というのも、まあ、少し、変わってきているというところです。はい。で、はい。まあ、あとは GPU 情報としては、まあ、こんな状況になっていますということで、まあ、少しドライバーのバージョンとか、これだいぶ前に撮ったやつですので、その辺は変わってきていると思いますが、まあ、このような周波数で動作するということになっています。それで、じゃあ実際アクエリアスでですね、使える環境についてちょっと紹介しておきたいと思いますけれども、まあ、アクエリアスの場合は、ログインノードも、アクエリアスもどちらもインテルですので、まあ、それほど大きな問題はありませんが、まあ、細かく見ると CPU のアーキテクチャはちょっと違うので、まあ、本当にアイスレイク向けに最適化するとカスケードレイクでは実行できない。というものができる可能性はありますが、まあ、お互いにそのビルドする分にはそんなに困らないと。で、あとは、使えるコンパイラとしてはですね、GNU のコンパイラと Intel コンパイラ、PGI というか、今では NVIDIA のコンパイラですね。NVIDIA のコンパイラも、CUDA 向けのコンパイラと C、Fortran 向けのコンパイラと、まあ、二通りあります。ので、まあ、こんな風にいろいろあります。で、あとは GPU 向けのことを考えると、まあ、ネイティブで書くのは CUDA コンパイラ、あるいは、Fortran の場合は、NVIDIA の Fortran コンパイラに内蔵された機能を使うことになります。で、OpenACC というディレクティブベースの言語を使う場合は、まあ、こちらのNVIDIA のコンパイラを使うというのが、まあ、今のところ一択ですね。まあ、あと GCC とかも新しいやつですと、OpenACC 履けたりしますが、あんまり使い物にならないと思います。ということで、まあ、いろいろな組み合わせがあるというのが、こちらの状況です。で、すいません。まあ、そういう意味では、GPU を使うという意味ではですね、まあ、ほぼほぼこの NVIDIA コンパイラーないしは CUDA コンパイラーを使うというのが、ベースになると思います。Intel コンパイラーはあくまでもこの Ice Lake の部分について、使いたい場合には、まあ、使うことができますけれども、まあ、MPI と組み合わせようと思うと、まあ、Intel MPI を使うのが自然になってきますが、そうすると GPU のことは全然ケアしてくれないので、まあ、あまり、こう、Intel コンパイラはこの環境では、それほど、使うシーンはないかもしれないという気がいたします。アプリケーションによっては、まあ、こちらを使った方がいい場合も出てはきますけれども、多くは、CUDA を直接使うか、OpenCC のこちらの系列を使うかという感じになってきます。で、モジュールロードの仕方は、まあ、これもいろいろあるんですけれども、まあ、デフォルトでそもそも、GCC は使えるようになっていたりするわけなんですけれども、まあ、そこに CUDA をこう、ロードしたりとかですね、MPI を使う場合は、それに対応した OpenMPI、の、CUDA で、OpenMPI バージョンと CUDA バージョンをこういう形で指定するという格好になっていきます。はい。で、まあ、実際 OpenACC を使う場合を、ここ
ここでは説明していますけれども、OpenACC を使う場合はですね、まあ、まず、この NVIDIA 21.3 というあたりが、こちらの環境を有効にするモジュールになっています。で、これを使った上でですね、この場合は、PG フォートランを使っていますが、まあ、NV フォートランも実際には同じものになります。で、OpenACC を使う場合には、マイナス ACC というオプションをつけると、OpenACC を解釈するというモードになりまして、さらに、A100 を使いますというときは CC80 と。まあ、テスラカンマ CC80 というオプションをつけると、まあ、これが、A100 向けのコードを生成するオプションということになります。で、まあ、OpenACC の細かいことは、この講習会ではあまり触れませんけれども、まあ、こういうふうな、OpenMP によく似たディレクティブベースの、言語になっていまして、まあ、この部分、15行目から19行目を GPU にオフロードしたいというと、ACC カーネルズとエンドカーネルズでこう囲んであげると、この部分が GPU 上で実行されると。そういうような格好になります。で、まあ、コンパイルするときに -m info イコールアクセルとすると、まあ、GPU 向けのオフロードをどういうふうにコンパイルしたかというのが出てきて、まあ、こういった情報が表示されるということになります。それで、まあ、実際にこのアクエリアスで、ジョブを実行する場合どういうことになるかというと、まあ、オデッセイとはだいぶ書き方が変わってきまして、まあ、まずリソースグループがまあレクチャー A となるのはいいかと思います。まあ、GT00 もいいかと思いますが、オデッセイだとノード数を書いていたところは、もう、1ノードの中をこうシェアすることになりますので、レクチャー A の場合ですね。ですので、使う GPU の数を書きます。1、2、4のどれかが書けます。で、4つ使うなら4と書く。で、実行時間1分と。で、GCC と、あと、まあ、GCC は書かなくても多分大丈夫だと思いますが、そうですね。はい。GCC は書いても書かなくても大丈夫ですが、ひどいな、これ。はい。こういう形で指定をするということになります。で、まあ、当然ですけれども、オデッセイの環境とは共存できないので、まあ、先ほどは、よいしょ。すいません。ミュートにしてしまった。よいしょ。先ほど私がやったように、一回パージしてからロードし直すというふうにする必要があります。まあ、ちょっと試しに強引にここでオデッセイをロードしようとすると、あ、できちゃうな。そっか。この場合は GCC 使ってないから。先生、はい、画面の共有が切れてますので再共有をお願いいたします。はい、ネットワークが、はい、不調かもしれない。タイムラグがあるな。しょうがないか。はい。まあ、オデッセイがいる状況でですね、まあ、クーダはもしかしたら読めちゃうかな。少なくとも GCC は、コンフリクトするので却下されると思いますので、まあ、こういう状況になったら、まあ、迷わずパージをしてから、
やり直してください。オデッセイ向けとアクエリアス向けが混ざると何が起こるかわかりませんので、まあ、なるべくなら、ちゃんとパージしてから始めてください。はい。ということで、まあ、ちょっと先ほどのステンシルのやつの続きを言っておきましょうか。まあ、ここまででシングル GPU の話は終わりなので、またちょっと演習に戻りたいと思います。はい。同じくステンシルのやつにですね、まあ、こっちは CPU なので、ちょっとこれはスキップしてですね、GPU の方に行きたいと思いますが、C 言語バージョンと Fortran バージョンと、まあ、それぞれ OpenACC で書かれていますの、いるのがありますので、こちらをちょっと実際にビルドして実行を試してみていただければと思います。で、このウィステリアトライアルのところまで戻っていただくと、アクエリアス GPU というのがあります。CPU の方はちょっとここではもうやりませんので、ご興味があればやってみていただければと思いますが、まあ、まず C の方を見ていきたいと思います。で、こちらは、先ほどのと同じコードを OpenACC で並列化したもので、まあ、多分それほど大々的に書き換えたわけではないんじゃないかと思いますけれども、ここがカーネルで、まあ、プラグマ ACC とついているところをこう追加しているんだと思います。で、まあ、この辺のインディペンデントというのはちょっと肝ではありますけれども、各 Z、Y、X、Y、Z は独立な関係にありますので、まあ、それぞれをこうインディペンデントにしていると。で、あとは、初期化で、なんかしてるかな。あ、ここは特にしてないか。で、F1 と F2 に関しては、どっかでまとめて転送してるか。あ、ここですね。このメインの部分でですね、データ指示文によって、まあ、あらかじめデータを持っていっていますので、データの転送の時間は測っていないということになりますね。なので、まあ、プレゼントと書いてありますが、F1、F2 はすでに GPU にあるよと言って、そこから計算を始めているという状況になっています。はい。それで、まあ、まず、まあ、メイクをしましょうということなわけですが、NVIDIA の、まあ、旧 PGI のですね、C コンパイラーが NVC となっています。これ名前がですね、非常にややこしいんですが、さっきの対応表をもう一度見ると、ですね。CUDA のコンパイラーは NVCC でですね、新しい C、OpenACC 対応の、まあ、旧 PGI コンパイラーの C コンパイラーがですね、新しいバージョン NVC になってるんですね。これもうちょっとなんとかなんないのかって思わんでもないんですが、一文字しか違わないということで非常に紛らわしいですが、全然別物になっています。まあ、こちらは PGCC と全く同じものを指しているはずです。ということで、まあ、ちょっと紛らわしいので気をつけてくださいというところですが、
なので、まあ、これを使って、ビルドしてみましょうということですね。それで、今度は、モジュールロードで、NVIDIA の、SDK をロードする必要がありますので、まあ、こちらのモジュールをロードしてください。で、そうすると NVC というのが見つかるようになります。で、バージョンとすると、はい、NVC というのが、こういうものですよと。で、こいつは PGCC と、まあ、多分、同じものです。as known as, also known as NVC と書いてある通り、実態として同じものになっているはずです。それで、じゃあ、いざメイクしてみましょうということで、先ほど見たこの部分ですね。で、非常に賢いので、いろいろこう、良きに計らってくれて、z, y, x それぞれについて並列化し、適宜割り当ててくれたということになります。それで、じゃあ、実行はどうするかというと、この land.sh になっていますが、レクチャー A に対して、GPU1 個ですから、まあ、これで割り当てをします。で、まあ、MPI 使ってませんし、OpenMP も使ってませんので、どっちも1で大丈夫です。で、これはちょっとまずいかな。すいません。修正ができてなかったですね。これはさすがにまずいので、モジュールロード NVIDIA 21.3 に直していただけますでしょうか。で、この状態で、まあ、もしかするとうまく動いちゃうかもしれませんけども、この状態で PJ サブをしてみてください。で、まあ、ちょっと時間かかってますが。はい。で、まあ、こちらも2つバージョンはあるということですが、何が違うかというと、これだけですね。アシンクをつけているか、つけてないかだけの違いで、まあ、こちらはカーネルが非同期で動くと。で、前者は非同期じゃないと。まあ、そこだけが違いですが、まあ、本質的にあんまり今回は変わりがないはずではあるんですけれども、でも、まあ、ほんのちょっとと言えるかどうかわかりませんが、まあ、ちょっと差があるという。ところでしょうかね。はい。非同期の方が若干は早いと。まあ、ただ、オデッセイの時、同じコードを使っていたわけですが、まあ、それに比べると倍ぐらい早いというところですね。ということで、まあ、何も苦労せずというと言い過ぎですけども、まあ、これだけの、プラグマを追加しただけで、ここまで速くなるというのは非常に、便利というか、むちゃくちゃ速いという感じではあります。はい。で、フォートランバージョンの方は、そこまではいってないということですけれども、まあ、割と近いところまで引くということですね。はい。こちらもちょっと試しておきます。
はい。という感じで、まあ、若干 C バージョンに比べると小さくなってますけども、こんな感じで実行ができたということになります。まずはここのところはいかがでしょうか。よろし、大丈夫でしょうか。問題なくできていったら、まあ、なんか、いいねボタンを押してください。はい。まだちょっと、やってる途中ですか。何か問題があるようでしたら教えていただければと思いますが、はい。まあ、このステンシル計算に関しては、非常にGPU に向いているということで、とても簡単に、できてしまいましたけれども、まあもちろん問題によってはこんなにうまくいくとは限らないわけですけれども。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと時間もなくなってきましたので先に進みたいと思います。はい。で、じゃあ今度は GPU と MPI を組み合わせてみましょうということですが、OpenMPI をGPU 向けにはお勧めしますということで、まあ、こちらを、まあ、ほぼ、一押しという感じになっています。で、まあ、機能的にはですね、まあ、まず、CUDA の、メモリを意識、GPU のメモリを意識した送受信ができるということ。で、あと GPU の直接転送というのが、まあ、できるようになっていて、まあ、これが、きちんと機能が使えるようになっているということで、まあ、非常に高速に使えます。で、Intel MPI とかはですね、まあ、そもそもこの CUDAware にはできませんし、GPU Direct もサポートしてないと。で、あと MBA Pitch というのもあるんですが、まあ、オデッセイ側がですね、富士通 MPI が実は OpenMPI ベースになっているので、まあ、そこに合わせたというのも、まあ、一つ理由としてはあります。それで、OpenMPI の中ではですね、まあ、いろいろな通信プロトコルが使えるようになっているんですが、まあ、今の世代ではですね、この、UCX というのが、まあ、基本的に、一押しということになってまして、まあ、こちらを、デフォルトで使うようになっています。で、で、あとはですね、まあ、この UCX なんちゃらという環境変数を使っていろいろ制御ができるようになっていますけれども、まあ、この GPU の、GPU の構成上ですね、複数のインフィニバンドのインターフェースがついていますので、まあ、もしマルチノードを使う場合はですけれども、はい。マルチノードを使う場合は最大4つインフィニバンドのリンクを使えるわけですね。なので、場合によってはですけれども、4本とかに変えると、まあ、いいことがある。場合もあります。まあ、ただ GPU のことを考えると、この人はここのインフィニバンドのアダプターしか、なんというかな、適切に使えないし、この人はここしか適切に使えないし、というような事情がありますので、まあ、あまり欲張ってたくさん使おうとしても、いつでも性能が出せるかというと、そういうわけでもありません、というところにご注意ください。CPU 側から送るときは、
御利益があるんですが、必ずしもそうではない。GPU にとってみるとですね。それで、はい。で、あとは、特定メッセージサイズで性能が落ち込むような状況もあります。で、OpenMPI はいろんな、プラットフォームで動くように作ってあるので、まあ、必ずしもその、各システム固有のパラメータを考慮できているわけでもないということで、まあ、こういった、その、スレッショルドレベルを、まあ、要はメッセージサイズですけれども、これを調整すると、性能の、底上げができたりする場合があります。まあ、あとはですね、いろいろ不具合が起こる可能性があって、まあ、そういう時にこういったパラメータを指定すると、改善する場合もありますけれども、まあ、本質的には、この上の方は、まあ、時々あるんですけども、この下の方は本質的に何かがおかしいので、まあ、そういうことがあれば、お知らせいただければと思います。それで、MPI を一緒に使う場合ですね。まあ、先ほどは、1 GPU のみの場合を示しましたけれども、というか1ノードだけの場合ですね。で、今回は、ノード内での MPI しか使えないわけですけれども、まあ、ノードを超える場合も同じような感じです。ノードを超える場合は、ここがレギュラーとかになって、ここがノード数になるわけですけれども、まあその場合も使い方は本質的にあまり変わりません。で、モジュールロードとして、まあ CUDA をベースにしているのであれば、CUDA を読み、OpenMPI の対応したものを読むと。で、あと MPI の実行の仕方、ここがちょっとややこしいんですけれども、オデッセイの時のようにですね、オデッセイはもう本当に富士通製の環境なので、何も書かなくてもうまくいったんですが、まあこちらはちょっといろいろこう、辻褄合わせが必要になってきて、OpenMPI のためにはこういうオプションを明示的に渡してあげないといけないのが、まあちょっと面倒ですが、まあ大体お約束なのでこんな感じでいけます。それでですね、まあ、ポイントはいくつかあるんですけれども、まあ、まずは、まあ、この頭のあたりはだいたいお約束だからいいんですけれども、一つはここですね。この場合は1ノードで4プロセス動かしますので、まあ、その場合は、これ、パーノードですので、ノードあたり4プロセス動かすよということで、この数字を指定しておくのがいいと思います。まあ、特にマルチノードで、まあ、例えば2ノード使って16プロセス動かすというようなときは、N パーノードは8にしなければいけないわけですね。で、あとは、この場合ですね、ラッパースクリプトを使って、まあ、4つプロセス動かすんですけれども、4つの GPU への割り当てをですね、この中でちょっとゴニョゴニョするという仕掛けを使おうとしているのが、まあ、こちらのスクリプトです。それで、じゃあ何をゴニョゴニョするかと言いますと、はい。何をゴニョゴニョするかと言いますと、まあ、これで、こんなことをしているんですけれども、まあ、典型的な使い方なんですが、CUDA の場合ですね、CUDA というか、まあ、NVIDIA の GPU の場合、CUDA Visible Devices というので、ノードの中のですね、まあ、見えている GPU の、どれを使うかというのを外から制限することができます。で、0、1、2、3と4つ見えていたとしたら、まあそのうちの1個だけ使いたいというときには、まあ例えば4番目のプロセスには3を割り当てるというふうに、したいわけですね。そうしないとみんなが同じ GPU を使ってしまって、まあそれを使うことができてしまうので、
まあ、そうなると当然性能が落ちたり、正しく実行できなかったりしてしまいますので、そこを明示的にこれで切り替えると。はい。で、あくまでもプログラムの中は、もう GPU0 番だと思って動作するんですけれども、外側からはそれは、あんたは3を使いなさいというふうに割り当てるのがこの環境変数になっています。で、実際には MPI で起動した時のですね、そのノードの中のランク番号をベースにして、その割り当てを決めると。で、まあ、このコムワールドローカルランクというのがそうなんですが、ノードの中の、複数プロセスに番号をつけるというのが、まあ、自動的に行われて、まあ、それをベースに GPU に割り当てをするというのが、まあ、こちらです。で、引数で与えられたものは、まあ、全部、その後実行するということで、まあ、こういう環境変数だけを付け加える。そういう意図のラッパースクリプトになっています。はい。で、まあ、こちらは MPI を使った GPU 間通信の、データになってますけれども、まあ、GPU ダイレクト RDMA というのを有効にして、要は GPU 間の直接通信というのをこう最大限使った場合のデータになっています。で、H と D というのはそれぞれホストとデバイス、まあ、CPU と GPU を表しているんですが、通信のパターンとして CPU 間とかですね、GPU から CPU へとか、まあ、そういう通信が、当然選べます。要は MPI send と MPI receive の時に、CPU メモリのバッファーを指定したのか、GPU メモリのバッファーを指定したのかというのが違う。で、まあ、これは、同一ノードの中の場合ですね、を表していますけれども、ピンポンのレイテンシー、これさっきのオデッセイでもお見せした OSU レイテンシーと同じものですけれども、GPU 向けに、こういう4通りが測れるようになっています。で、最初のレイテンシーがちょっとここではよく見えないかもしれませんが、まあ、2. 何マイクロ、ああ、これですね。ホストとホストだと 1.6 ぐらいと。デバイスとデバイスだと 2.3 マイクロぐらいというのが、実際の測定値に、最小値の、になっているということです。で、まあ、この辺見ていただくと面白いのはですね、ホストとホストだと、こう、だんだん、こう、レイテンシー上がってます。メッセージサイズが増えると。で、デバイスとホスト間は、まあ、輪をかけて上がっているんですけれども、一方でですね、デバイスとデバイスはものすごく低いと。まあ、これはそれぞれ使っている通信手段が違うせいでですね、ホストとホストは要は共有メモリを使う、コア間の通信になってます。これ同一ノードの中ですから、コア間の通信ですので、まあ、そこそこ早いんですけれども、デバイスとホストが絡むと、これは PCI Express の通信になります。で、これ IO バスなので、まあ、当然かなり遅い。まあ、Gen4 になったのでそこそこは早いです。まあ、それでもメッセージサイズが大きくなるとどんどん遅くなる。で、それに対して GPU 間の通信というのは NV スイッチを通ってやっていますので、むちゃくちゃ早いんですね。だから CPU コア間の通信よりも、まあ、桁違いに早い。という感じで、まあ、まだまだ先まで行ってもきっと早いままでしょうと。まあ、ちょっとここで測定を終えちゃってるので、あれですけど。で、一方、こちらバンド幅の測定ですけれども、まあ、こちらも OSUBW というベンチマークを使っていて、まあ、オデッセイだと、まあ、6. 何ギガバイトパー秒だったわけなんですけれども、こちらですと、ノード内のデバイス、ホスト2ホストで、まあ、だいたい 24.5GB パー秒というところですね。で、それに対してデバイス2デバイスだと、まあ、200数十GB パー秒というような数字になっていて、まだ伸びそうな気がします。で、まあ、これはもともと NV スイッチが 300GB パー秒の
ピークを持ってますので、まあ、それぐらい出てもおかしくはないということで、まあ、ちゃんと NV リンク、NV スイッチを通って NV リンクで転送されているということがわかるわけです。はい。で、まあ、今回の講習会アカウントでは使えませんけれども、ノードを超えた場合のバンド幅というのはどうなるかというと、まあ、こちらはインフィニバンド HDR の性能に制約されますので、まあ、1リンク最大で、まあ、理論ピーク 200Gbps ですから、まあ、だいたい 24GB パー秒ぐらいというのは妥当なんですが、まあ、それの、ギリギリまで性能が出ているということが分かりいただけるかと思います。で、この場合、32K ぐらいでですね、性能低下があるので、ランデブーのスレッショルドをちょっとこう、持ち上げ、下まで下げたという感じですかね。イーガーとランデブーのこうスイッチが、プロトコルスイッチがあるんですけども、そのスイッチの部分をもう少し、上に持ち上げたんだったかと思います。はい。という感じで、そうですね。まあ、ちょっとここでじゃあ、練習をまた少しやりたいと思いますが、今度はですね、T-Leaf のクーダバージョンというのをちょっと、試していただこうかと思います。まあ、さっきオデッセイで MPI 版を試していただきましたけれども、またちょっと違うバージョンの実装がありますので、まあ、こちらを MPI とクーダのハイブリッドでやってみましょう。で、こちらは、tleaf.wa というファイル名になってますので、もうすでにコピーされていると思いますが、よいしょ。こちらを、使ってきます。で、展開しましたら、このちょっとやたらと長い文字列になってますが、まあ、こちらへ移動してください。で、そうすると、まあ、これは、こちらは、CUDA で書かれているので、NVCC というのが、まあ、ここで呼び出されているわけですけれども、これと、あと MPI のコンパイラーと、こう、組み合わせて使っている状態になります。で、コンパイルする上ではですね、今度は、CUDA コンパイラーを使いますので、一回パージしないと、さっきの NVIDIA のコンパイラーとまたぐちゃぐちゃになりますので、まずパージしていただいて、モジュールロードの、まあ、GCC はなくてもいいんですけれども、CUDA と OMPI CUDA をロードしてください。はい。で、この上で、今度、コンパイラーイコール、グニューということで、コンパイルができるようになります。で、まあ、こちらのコードはですね、CUDA の部分は C で書かれているんですが、まあ、厳密には C++ が中で使われているんですけれども、それ以外のところが、大半の部分はフォートランで書かれていて、まあ、それが、中でこう、くっついているというような作りになっています。はい。
で、これで一応一通りできたというところなんですけれども、ああ、しまった。はい。で、ジョブの実行に関しては、この、tleaf.sh を実行するというわけなんですけれども、中はどうなっているかといいますと、まあ、先ほどの、サンプルと似ているわけなんですが、MPI としては、4プロセス立ち上げて GPU4 つ使いますということで、1プロセスで1個ずつ GPU を使うということですね。で、モジュールロードは先ほど、コンパイル時に使ったものと同じものを指定しています。で、MPI exec のやり方も、まあ、さっきのサンプルに書かれていた通りですけれども、まあ、このラッパー SH というのが、ここにありまして、こいつもさっき説明したように、自分のローカルなランク番号を取ってきて、そいつを、CUDA Visible Devices にセットすると。というような役割を持っています。で、これをしないと多分全部が GPU0 番に行ってひどい目に遭うという可能性があります。ということで、じゃあこれを実行してみましょう。はい。で、まあ、こちらは、まあ、ラッパー .sh の出力がこの辺にちょっと出ていて、まあ、全部同じノードで動いているので、ホスト名を表示しているんですが、まあ、同じ番号が出ているというところですね。それで、まあ、ここはもう実行は終わってるかな。実行は終了していまして、よいしょ。はい。で、この最後を見ていただくと、まあ、今回、さっきとちょっと使ってる問題が違うので、遅いように見えていますけれども、まあ、そもそも問題が違うということで、ちょっとご容赦ください。ということで、まあ、こんな感じで、実行ができているということがお分かりいただけるかと思います。はい。はい。ということで、まあ、あとは、使う GPU 数を変えてみて、どうなるかというところですね。じゃあ 2GPU に減らしてやってみましょう。はい。で、またグレップでウォールタイムを検索すると、これが 4GPU の場合ですね。で、こちらが 2GPU の場合ということで、まあ、GPU 数2倍使って、まあ、1.6 倍くらいですかね。もうちょいいってるか。1.7 倍ぐらい
というところかなと思いますが、まあ、ちゃんと並列化の恩恵は受けられているということがお分かりいただけるかなと思います。はい、ここまでよろしいでしょうか。はい、まあ、ちょっと動作を確認していただいたという感じになっておりますが、まあ、残り時間もちょうどいい感じになってきましたので、そうですね。まあ、ちょっと時間も、もうちょっとまだやることありますが、もう5時になりますので、少し急ぎますけれども、よいしょ。はい。まあ、続いてストレージの話ですね。まあ、これはちょっと紹介だけにとどめますけれども、まあ、二つの種類のストレージがありますということで、ハードディスクのみを使ったものと、NVMe の SSD を使ったものと2種類あります。で、まあ、大体ですね、性能的には、倍半分になるぐらいのつもりで作ったところではあるんですけれども、まあ、アクエリアスの場合はですね、ノード数がちょっと少ないところもありまして、まあ、トータルとして出せる性能が、まあ、倍半分まではちょっと至っていないという感じですかね。まあ、こちらはファイルの管理情報に関する、性能値ですので、まあ、こちらは高速ファイルシステムも並列ファイルシステムも、ほとんど変わる要素がありませんので、同じくらいになるかなと思います。はい。で、オデッセイに関しては、まあ、かなりの数使っているところはありますけれども、まあ、高速ファイルシステムの方が倍近い性能を出せていると。で、アクエリアスの方は少し少ない数ですが、まあ、この程度ということになります。はい。で、続いてですね。まあ、機械学習系の、ものとか、様々なところでコンテナの仮想化というのが、結構使われるようになってきまして、まあ、我々センターのスパコンでも全ての、機械でコンテナが使えるようになっています。で、まあ、世の中では Docker というものが有名ですけれども、スパコン上ではですね、Docker はいろいろ、管理権限とかの問題があって使いづらいので、シンギュラリティというですね、まあ、Docker 互換の機能も持つコンテナ仮想化のシステムを使っています。で、まあ、あまり、こう、詳細までは立ち入りませんけれども、まあ、簡単に使うにはですね、その Docker Hub から、その Docker のイメージをもう直接、シンギュラリティに変換して持ってくるということができます。で、それを使ってもいきなり実行するということができるようになっています。ので、まあ、ちょっと、演習でもやってみたいと思いますけれども、まあ、ここに、シンギュラリティ向けのジョブスクリプトが書いてありますけれども、まあ、まず、ポイントとしては、これ、テンサーフローの、Docker イメージから持ってきたイメージファイルなんですけれども、Docker Hub から取ってきたんですね。で、まあ、それがすでにもここに置いてありますと。で、こいつをですね、シンギュラリティというコマンドを介して、実行すると。で、このシンギュラリティエグゼックというのが、エグゼックファイル名というのがこう頭についてますが、まあ、これをつけただけで、あとはまあ普通の Python のコマンドを動かすという感じですね。で、でこの場合は、まあ、いろいろ頭におまじないがついてますけれども、まあ、ここまでが、まあ、シンギュラリティのためのおまじないで、まあ、あとは普通に Python、K
Keras、まあ、これ、TensorFlow Keras の、MNIST の例になってますが、まあ、こういう、コマンドを実行すると。まあ、その時の Python のイメージを、この中のものを使いますと。そういう、意味合いになってきます。はい。で、まあ、この TensorFlow のイメージというのは、まあ、実は、Docker Hub から Ubuntu でできた、作られたものを持ってきていて、まあ、このシステム自体は Red Hat で動いているわけなんですが、まあ、そういった OS の機種の違いとかですね、OS とかの違いというところも、吸収して動かすことができるということになります。ということで、まあ、これもちょっとお試しいただく程度ですけれども、試してみてもらおうかと思いますが、よいしょ。はい。で、まあ、今、ご説明した通りではあるんですけれども、まあ、まず、先ほどの JavaScript に書かれていた、よいしょ、JavaScript に書かれていたファイルというのはですね、はい、まあ、こういうコマンドを発行して、取ってきたものです。まあ、ちょっと例テストと言ってだいぶ前のやつかもしれない気がしますけども、まあ、これだけなんですね。で、Docker Hub に、まあ、こういうものが落ちてますし、まあ、あるいは NVIDIA が配布している NGC コンテナっていうのもありますが、まあ、そういうところからもダウンロードして使えるようになって使えます。まあ、基本的に Docker のものは何でもできますけれども、まあ、今回はちょっと皆さんが個々にやるとあまりにファイルがでかいんで、ちょっとやめといてくださいということですけれども、まあ、これだけでもお手軽に持ってこれます。で、まあ、どこから取ってきたかっていうと、Docker Hub の TensorFlow ということで、Docker コロンスラスラと書くとこの辺が全部省略される感じですけれども、ここから持ってきました。で、あとは、肝はですね、もうこのファイルが、スラワーク GT00 シェアの下に置いてあるんで、シンギュラリティエグゼックというのは頭につけてこれを読み込めばいいと。で、そうすると、TensorFlow イメージファイルの中の Python を使って動作します。で、ホストの OS は Red Hat 8ですが、コンテナの中の Ubuntu 18.4.5 の振りをして動くと。で、ホスト側のクーダは 11.2 ですが、コンテナ内は 11.0 で、まあ、この辺の違いというのもちゃんと吸収できるということになります。はい。で、まあ、今回はこの Keras TensorFlow の環境をですね、このコンテナの中のものを使って実行してしまいましょうと。で、よいしょ。まあ、まずそれを、コマンドラインで確認することにしますと、よいしょ。ちょっと DLIF は一回止まって、シンギュラリティ DL というのをちょっと展開していただいて、まあ、この中で、やってみていただければと思うんですけれども、まあ、まず、このコマンドをそのままちょっと試してみましょう。で、TensorFlow のイメージというのは、ワークの GT00 のシェアの tfimage.file というところに、まあ、皆さん見えるところに置いてありまして、結構サイズでかいです。2.6GB あります。で、まあ、これを、使うためにですね、すいません。書き忘れてる気がするんですが、はい。これを使うためにですね、
すいません、なんか切れてしまいました。はい。このモジュールロードを忘れずに実行してから、やってみてください。で、何をやってみてほしいかと言いますと、この、TensorFlow イメージの中を見るというところですね。WebZec で WorkGT00Share の TF イメージ。で、例えばこれ、LS とやってもですね、何も違いは当然わからないんですけれども、これでもういきなりイメージファイルの中を見ているので、ここにあるものとは明らかに違いますよねっていうのはわかるかなと思います。で、あとは、例えば、エトセのイシューとかするとですね、ここはOS のバージョンが書かれていることが多いんですけれども、ホストは、ログインノード自体は今こういう状態なんですけれども、この TensorFlow イメージの中の環境で、エトセのイシューを見ると、これ Ubuntu だと言っていると。そういう状態ですね。で、ここに書いてあるように、くそ。なんということ。これもなんか、なんだな。こういうことに。困った。ちょっと直接実行してしまいましたけれども、こんな感じでですね、この TensorFlow イメージファイルの中の Python を起動して、TensorFlow のバージョン、Keras のバージョンというのを表示してみると、2.5.0 と言われましたと。で、CUDA も 11.0 が中で呼ばれてますよという状態ですね。外でちょっと CUDA が、そっか。CUDA はさっき使ってましたので、まだ読まれていて、これが使われるはずです。はい。ということで、これで正しく動きそうだということで、じゃあ、これをアクエリアスノードの上で実行してみましょうと。で、まず、ジョブスクリプトが、こちらですね。先ほど、スライドでお見せしたのと、同じかなと思いますが、1 GPU でこれを実行することにして、ポイントはここですね。ジョブ env イコールシンギュラリティというのが、追加で必要になります。あとは、ここのバインドというのがいくつか入ってまして、これはコンテナのイメージから逆にホストのディレクトリを参照するときに、このオプションをつけないとですね、明示的に見せませんよという、セキュリティのことかと思いますけれども、自分が指定しない限り見えないようになっていて、一つは、今いるディレクトリですね、このディレクトリに出力ファイルを書こうと思うと、これをつけとかないといけないということと、あとは、シェアの mnist の下に、そのデータセットが置いてありまして、これを参照するためにここが必要なので、こういうふうにしてあります。で、あとは、Keras の、mnist の実態のファイルがここにありまして、データセットの参照先も、ここに、書いてありますので、ここにしたためにですね、ちゃんとこれバインドして見せてあげないといけないと。
ということになっています。はい。ということで、じゃあ、このまま、ジョブを実行してみましょうと。で、そうすると、このログファイルが、つらつらと出力されていくはずなので、こいつを見てみましょうというわけですね。で、まあ、1エポック進むと、出力がフラッシュされてバーってこう出てくる感じに見えてますので、まあ、ちょっと実際の動作と直接リンクはしてませんけれども、まあ、こんな感じに進むのがわかるかと思います。これでも終わったかな。はい。という感じでですね。まあ、このログファイルをキャットすると、これもちょっと遅くキャットする方法があったと思うんですが、ちょっと忘れた。リプレイか。タイミングファイルがないからだったかな。ちょっとゆっくりこれを表示していくというのが、できるともうちょっとバババババッとこう、プログレスバーが進む様子が見えますけれども、まあ、これで、MNIST というのは、手書きの数字も、手書き数字の認識の、トレーニングですけれども、まあ、よくあるベンチマークなんですが、まあ、非常に高速に実行できた。で、最終的に 99% の認識率ということで、まあ、十分な、結果が得られているということがお分かりいただけるかなと思います。ということで、ここまでよろしいでしょうかね。演習についてはちょっと時間もなくなってきたので、バッと進めてしまいましたが、ついてこれてますでしょうか？大丈夫でしょうか？シンギュラリティまでできた人はちょっと手を挙げてみていただけますか。ちょっとまだやってる途中ですかね。はい。まあ、結果はこんな感じというふうに書いてありますけれども、まあ、大体、こちらにある通り、出てきたかなと思います。で、まあ、実際にはこれ6万サンプルを、32個ずつ、学習していって、まあ、そうすると、1875回通すと、一通りやったってことになって、これを全部で5エポック、5回繰り返して学習しているということをしています。で、まあ、これは機械学習の例でしたけれども、まあ、これに限らずですね、まあ、もちろん普通の計算科学のアプリケーションでも、こういうコンテナで、構築するということは最近行われるようになってきていますので、まあ、そういう環境もですね、まあ、一気にこちらに持ち込んで実行するということがかなりやりやすくなっています。で、以前は MPI の環境は非常に、めんどくさかったんですけれども、うまくいかないケースとかもあったんですが、まあ、シンギュラリティのバージョンが上がってですね、今のバージョンでは、あまり問題なく使えるんじゃないかと思います。で、あとそうですね、これ、あ、そっか。これ、なんか、オプションを付け忘れている気がする。ここがなんででも、
NV がなくてちゃんと動いてるんだ。NV がいるような気がするんですけど、自動で行くんだとか。これつけるとめちゃくちゃ速くなったらいい。あ、そっか。フィジェックのとか。ああ、GPU 使われてなかったですね。さっきの執行だと。すいません。何を変えたかと言いますと、このエグゼックの後にマイナスマイナス NV というのをつけました。で、これをつけないと NVIDIA のドライバーが、というか CUDA が正しく連携しないので、ちゃんとしたGPU での実行にはなってなかったかと思います。失礼しました。で、実行時間を比べると多分、すごく違うと思います。で、こちらが先にやったやつで、1エポック8秒とかかかってますが、GPU 使うと3秒とかで終わってますので、まあ、非常にちっちゃいのでですね、CPU でもそこそこ早いですけど、まあ、それでも倍以上早い。GPU を使うと倍以上早いという感じですかね。はい。ここまでよろしいでしょうか。ちょっともう時間もなくなってきましたけれども、まあ、最後に少し、機能をフォローして、終わりたいと思いますが、だいたいシンギュラリティまではできたでしょうか。できてたら手を挙げてください。すいません。また切れてしまいました。だいたい皆さんシンギュラリティまではできましたでしょうか。できてたら手を挙げてください。何かうまくいかないところがあったら、質問していただければと思いますが。いかがでしょうか。大丈夫そうですかね。
ちょっと時間もなくなってきちゃいましたので、あ、やっと画面が出た。なんかおかしいですね。すいません。時間もなくなってきたので、残りをご説明して終わりにしたいと思います。はい。ということで、すいません。これちょっと、マイナス NV が抜けているという致命的な。はい、失礼しました。この NV がさっき抜けてましたので、足しておいていただければと思います。はい、ということで、残り、まあ、ちょっと、ビステリア BDEC01 で用意した新しい機能を少しご紹介しておきたいと思います。で、一つは、Jupyter Hub の機能でですね、まあ、ブラウザから、まあ、Python の環境をですね、割とお手軽に使えるという、まあ、Jupyter Notebook というものを、知ってる方もおられるかと思いますけれども、まあ、これをその、まあ、ポータルとして提供するようなものになってまして、まあ、こういう、このリンクから、ログインすることができるようになっています。で、まあ、利用者ポータルとですね、同じ利用者番号、パスワードでログインすることができて、まあ、その上で、まあ、こういうような、Python のコードを実行したりということもできますし、あとはですね、まあ、今日はちょっとやりませんけれども、あらかじめその JavaScript を作成するのに必要なテンプレートを作っておくと、まあ、あとは、pysub というコマンドを使ってですね、ここのノートブックに書いたものを、まあ、そのまま JavaScript として実行することができると。まあ、そういう機能をつけてあります。まあ、あと、実は、ターミナルの機能もありますので、コンソールをですね、この上で使うということもできますけれども、まあ、実はサファリではうまく動かなかったりもするので、まあ、あと、インターネットエクスプローラーでもうまく動かないこともあるようなので、Firefox ないしは Chrome を使ってやっていただければと思います。で、まあ、ちょっと簡単な、デモをお見せしますと、まあ、こんな感じでですね、すでに、起動して、ごにょごにょした形跡があるわけなんですが、まあ、これは実はもうターミナルになってまして、まあ、この上で作業もできます。で、あとは、まあ、これはちょうど表示して、スライドに表示していたものですが、まあ、まあ、これは実際にはこの、計算ノードではなくて、この、ウィステリア08というログインノードでやっていますが、まあ、簡単な機能だったら、こういったところで、試せると。まあ、あとは、Jupyter Hub の、まあ、この辺の機能をですね、追加するようなこともできますので、まあ、そのあたり詳細はですね、まあ、実はスパコンニュースの、11月号に記事を書きましたので、まあ、こちらをご覧いただければと思います。まあ、ちょっと細かくなりますので、記事の方に譲りまして、もし質問があれば、スラックでお聞きいただければと思います。で、あともう一つはですね、アパッチガカモレというのがもう一つの、
まあ、目玉というほどではないんですけれども、リモートデスクトップを実現するような、環境というのを用意しております。で、まあ、従来からも、VNC のサーバーを動かしておいて、まあ、それを、手元のクライアントからつなぐということは、まあ、SSH のポートフォワーディングとかいろいろ重ねればできたんですけれども、それよりもずっと簡単にできるということで、まあ、こういった機能を使っています。で、これは、ブラウザの中でですね、こういう、インタラクティブに画面を使えるということで、こういったものを用意しています。で、まあ、ちょっと準備は必要なんですけれども、VNC サーバーの、なんでしょう。動かしているホストの方ですね。あらかじめ登録は必要ですが、まあ、これでガカモレにつなぐとすぐ、こう、こういった画面が得られて操作ができます。ということになります。まあ、例えば、パラビューのようなですね、可視化ソフトというのが、使いやすくなると思いますので、ぜひ使いいただければと思います。はい。ということで、まあ、一通り、以上になりますけれども、